夜の女王の登場、夜の女王のアリアは、エマヌエル・シカネーダーの台本、モーツァルト作曲のオペラ、魔キの中で、夜の女王によって歌われる2曲のアリアである。魔キの登場人物、夜の女王が歌うアリアであることから、このように称される。夜の女王は、劇中で2つのアリアを歌うが、2幕で歌われる2番目の、アリア、復讐の炎はの方が有名であり、単に、 夜の女王のアリアといえば、普通この曲を指す。高い音を技巧的に駆使するため、ヒロインの母親役にもかかわらず、若手コロラ・アトゥーラ・ソプラノの登竜門となることが多い。特に、ドイツ圏ではこの役をきっかけに、スターに飛躍したソプラノが多く、その後で、娘のパミーナ役を多く歌うようになる例も、少なくない。前者の録音の16年後に、 後者の録画を残し、共に定評高いルチア・ポップなどはその典型であるが、彼女の場合は春に夜の女王を録音した同じ夏のザルツブルク音楽祭で第一の少年を歌って録画を残している。ああ、恐れをの,のかなくても良いのです。我が子よ。は、第一幕で歌われる。デチタティーボの後、ラルゴが続き、その後極めて技巧的なコロラトゥーラが出現する。 コロラトゥーラソプラノのための曲で二番目のアリアと同様に極めて高い歌唱技術を要する復讐の炎は地獄のように我が心にも得は夜の女王が娘のパミーナにザラストロを殺すように迫る大二幕の場面で歌われる魔的で最も有名なアリアであるザラストロへの激しい復讐の思いが超絶技巧を要するコロラトゥーラで歌われる二短調 ありがとうございます。